おー、ナイス。ナイス。ということでね、今日は、ちょっといろんな練習、まあ、バッティング対決もやったんですけども、野球が上手くなる自宅編というあのレッド体操教室さんが、考えてくれた、子ども向け運動で、動体視力と定位能力っていうのを、養う、トレーニングをやっていきたいと思います。はい、はい、で説明しますと、これ何を使うかというと、じゃん、ぐしゃぐしゃになったティッシュです。このティッシュを自分で上に投げて落ちてくるのを取るっていうやつだけなんだけど、それを取るまでに、手を何回叩けるかっていうのを、じゃあまずは浜ちゃんからやってみてもらいたいと思います。これさ、待って、上に投げて、でその間に手をポンポンポンと3回叩いてキャッチしてみて、まあ、まず普通に投げてみようか。はい、パーン。上に投げる能力も必要だね。私やって、俺がやるってこと。そうそうそう。そんな急いで叩くのずるいよね、なんかね。ゆっくりポン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 。なんか俺回転した。うん、三回転してもいいよ。一二三四五。残念。一回お願いします。じゃあ一回くるっと回ってキャッチにしようか。見ながら回るんじゃないよ。やっぱりこれ動体視力だけ。そのまあ例えばキャッチャーだったら、そのキャッチャーフライを取るのにさ、それは得意。うん。一二。今風強い。風が強かったね。でもそれもだってね、キャッチャーフライにも必要ですから。いや、ボールしないんか。はい。もう落ちた。だけで笑えば、いや、やっぱふわふわにせんと塊にしたら落ちるの早いよ。いや無理だって。せーの。おー取れた。手叩いてよ、それじゃ。っていうのをね、じゃあ、これはもうじゃあ週チャンネルバージョンとしては、じゃあ、軟式ボールでグローブ つけてやってみましょう。じゃあ浜ちゃんからお願いしたいと思います。どうぞ。投げて回って、それから上見て取った。はい、どうぞ。じゃあ次。俺は天才だからできる。はいはい、いいよ。自分でそういうの言うやつほどできんよ。違う、上見て回っちゃダメなの。 あできるね。じゃあ次はグローブを3回叩いてね、回りながら。もう一回やろう。これキャッチャー得意かもね。ちゃんと投げる能力。そうだね、ちゃんと上に投げる能力もいるね。惜しい。見てなかったです。まだ2回しか叩いてない。いや、これ普通にしたら回っとった。分かったかも。あれできないのかな。分かった。はい。おお、できた。もう一つは、まあ、ピッチャーフライもあるからね。浜ちゃんにも関係ある。あるあるある。これやっぱりね、あのボールがどこ見失わないためにもやっぱりね。そう、3回叩いて。そう、3回試合でも叩いて。もう取る気ないよね、浜ちゃん。コツがあるの？前に必ず投げてから、それで回ってから前に蹴る。あ、自分で大体のところ投げるわけね。コツいね。高くよ。おー、取れん。さあ、もう浜ちゃんできるまで帰れませんよ。もう今のことで帰れたのに。うん、学校始まってもね、ずっともう
もうそろそろ7時になりますけどね。よいしょ。朝だ。まあ、だから真上にできるだけ高く投げて、それからくるっと回りながら、ハマちゃん。真上に逃げれんくなった。うん、じゃあ最後にしゅうくん締めて、じゃあ2回転でお願いします最後。はい、もう回る気ないじゃなくて。お、惜しい。ね、その結構のんきに回転しよるけど大丈夫なんそれ。もうちょっと早く回らんとけどね。おお、あ、惜しいね。急いで回らんと。そんなゆっくり回りよってんか。それはできたじゃんさっき。1回転がね。2回転よ。やってない。うん、1回転しか回ってない。回ったじゃん今の。え、回ってない、回ってない。いいよ、いいよ、おいた。えぐ。一回転半のような気もするけど、まあ終わりにしましょうか。もう一回やるわ。もう一回やる。もっと。できた、できた。二回転です。できた、できた。やばい。はい、ということで、今回の朝練これで終わりにしたいと思います。はい。しゅうくんから報告があります。なんとこの誕生日企画の公式グローブ選んだよね。はい、はい、こちら、アンダーアーマーのこの定価それハマちゃんハマちゃんかも定価26,000円もする、公式用グローブね、目指して今ね、先週の時点で1万等ポイントぐらいだったかな。まだ足りませんけど、あともう、今日が16日なんで誕生日まで、10日を切りましたんで、頑張って練習していきたいと思います。思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ最後にいつものやつお願いします。お好み焼き。ハマも。ハマちゃんもやろうかそれ。ハマも。まだ流行ってねえ。流行ってない。流行ってから、ね、流行ってからやりなさい。ハマがやったら流行るでしょ。ハマがやったら流行るから。ハマがやらんと。じゃあせーので一緒に行こうか。せーの。お好み焼き。それじゃなくて。見てくださってるね、視聴者の方に、コメントお願いします。チャンネル登録、高評価、お願いします。はい、お願いします。あと16,000ポイントです。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ気をつけり、ありがとうございました。元気がいいね。帰りましょう。はい、うっ。よく行こう。はい、うっ。元気だけか。はい、うっ。帰れ。はい、うっ。